におるとある人妻パチンコでお金をもらってそういうことをやっとうっていう噂があるとね。しこい 5.5 は今小銭ちょうどあるんで 5.5 でお願いしたいっす。なんで気づかんと？てかままこいやここです。ここでいいと。オープニング取らないんですかいつも。はいどうもーファーマンですみたいなないんですか。そんな人やったっけ。今から目的地に向かってもらうけ。そういうか。どっかで見たことある。行くよ。はいはい。竹の塚ってさどういうとこと思った？足立区なんでしょ。うん。なんなんこの田舎。リスになって。田舎はなんもないだろう。田舎やから逆にそういうアングラな店があるってことですか。そもそも町自体がアングラやけんさ、はい、ここ生活保護、はい、いわゆるナマポ東京一のところだ。マジ？そう。だけどまあそもそも所得が低い町です。はい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 。今日行ってもらうのはズバリもう着きました。着いた。ここパチンコ屋しかないですけど。そうよあのパチンコ屋。なんとなく相模さんの魂胆分かりましたよ。何風属性好きな人ってギャンブル好きやからギャンブル系の動画出しましょうみたいなことでしょ。大体そういうの全部滑っとうけ。え、どういうこと。じゃあ何するん。今日はここのパチンコ屋で調査してきてほしいことがあると。どういうこと。このねパチンコ屋ね、さっき言ったように貧しい地区やけんさ、負け込んどう人も結構多いっちゃ。ある噂がございまして。何？ここにおるとある人妻がパチンコで結構負けてるのか知らんけど、お金をもらってそういうことをやっとうっていう噂があるとね。すごい。それをルシファー君に調査してきてもらおうかなっていう企画です。本当なんですか？それを調べるっちゃろ。噂やったらさ、これも本当はしないよ。この辺さホテルとかもパッてないけん。ここねえを使っとうっていう話を知ってる。トイレ。そう。俺がその調べた情報やったら、そのパチンコ屋付近のトイレって書いてあったけどさ。ここやん。ここやと思っちゃうで、他ないしさ。そういう感じやけんさ。何もなかったらどうすんすか。取れ高ゼロじゃないですか。え？終わり。今日はこの動画はボス。お蔵入り。誰かがやってるネタパクればいいのに。いいけん行ってきて。何をしたらいいの？この喫煙室に今のお話しとを女の子おるらしいっちゃ。とりあえず喫煙室まず。いつも通り僕がやればいいんですね。そういつも通りやればいい。見てくださいこの可愛い人形。こんなことやっとらんか。入れ。はい。どうしたの？これ見てください。であとこっちも。なんか最近掛け金が高い、なんか減ったらしいんです。はいはいはい。ごめん、俺パチンコわからんわ。僕もよくわからん。誰もわからんけ。チャンネル登録本気でお願いします。全然いないんですけど。まだおらんかった。どういうこと？時間がまだ早いけん。10時ですよ。まだ多分負け込んでないってよ。もうちょい時間経ったら。そう。これからもうちょい時間経ったら、俺と思っちゃうけどね。あれすぎやろ。多いよね、さっきから。もうキャバクラや。教師の女の子、どれが好み？全員ボスやん。やめろって、そういうことよ。教師やけん。教師普通一番かっこいいんじゃない？教師はもうちょっと頑張ってほしいよ。僕ら今これどこ向かってる？これなんつって感じだし。ちゃうね、夜の時代に。夜くらいよかったね。なんでこの時間に来たぞ。あんたや。あ、これ。何？本当に？お前行きたいのハニーやろ。大好きや。誰がプーさんや。これはダイヤスや。ここで時間潰すか。じゃあお願いします。ってマジどうすんの。とりあえず時間待つ。あと、はい、また1時間ぐらい行ったらそろそろ昼飯前に負け込んだら出ると思うけど。確かにめっちゃ地雷やった。チャンネル登録して。ん？何？なんか言いたいことあると？今回の出身パチンコ用言ってたじゃないですか。もう1店舗ありますけどこっちじゃないですか。一回調べるわ。ほら相模さんミスってる。普通に俺の一等が圧倒けん。そもそも名前があっちの店で出とうけん。そうな、僕が悪いんですか。じゃあ、うん、そうよ。いいから黙っていくよ。あ、ちょっと待って。はいはい。ルシファー君、各方面から常識がないよっていうお声をね。ありますよ。決まるやろ。案件先含めて。問題起こしてみる。これから1動画につき1個常識クイズっていうのをやろうか思ってるんで。何がメリあるんですか僕にそれ。もしかしたらその知識を使う機会にさ、ここでやっとってよかったってなるかもしれんけど。あ、それだけじゃ全然やる気出ないんですけど。だいぶちゃんと得点も用意しとけ。何ですか。正解したらその日の撮影の終わりのお前の引き。あ、はい。正解したら撮影終わりのお前のご褒美のベース代おごっちゃうけ。てか、なんで僕が面接行ってんの知ってるんですか。そこキモいぐらい自分で言っとおけ。いや、早速やりましょう。何ですか。何でしょう。日本円には4つの札があります。1万円札、5000円札、1000円札。残り1枚は何円でしょう。え、一般常識ですか。はい。1000円、5000円、1000円、1万円。以外にもう1個あるんです。もう1個あります。え、札、何やろ。0円の札とか。それはお前無やろ。ヒントとかないのか。え、札、警察みたいな。ボケんでいいけん。札。え、これまだ伸ばすと。1000円、5000円、1万円。悔しいからやりたいな。500円札みたいな昔あったでしょ。現在って話しとうけんね。ええ
対象の問題すら聞いとらんと。だってみんなわかんのこれ、一般常識なの。みんな分かっとと思うよ。1000円5000円10ないやんそれぐらい。答えていい、これ。あ、何ですか。2000円札よ。あったな。知ってた、教えて。もういいって、いいけ、行くよもう。はい、行こう行こう、はい、いいねしてくれたらもっとルシファーいじめるけん。そう、ルシファー、何見ようぞ。かわいい、いいけど来て。仕事や仕事。さっきさ、店の中に多分やけど、こういう人入ってたけどさ、はい、ちょっと会話してきてほしい。違ったら違ったで、逆にそれはもうなかったですって言えるけんさ。わかりました。お願いします。こんばんは。今日買ってます。もし負けてるなら支援とかってできればって思うんですけど、そういうのってやってますか。3000円。じゃあ無理っすか。一応シャワーとか浴びてきたんですけど。足りない。え、逆にいくらならいけます。あ、6ですか。4じゃダメですか。5も。5.5 は。今小銭ちょうどあるんで 5.5 でお願いしたいです。あ、講習、え、バレません？この時間なら大丈夫です。コーヒー飲みます、はい、よくここいるんすか。こっちは1日とかですね。普段は出会い中とかプラの方でお小遣いをもらっています。え、普段の仕事は。おお、かっこいいっすね。そうですか。まあ、別に。じゃあたまにこのお店でも今回みたいに稼いでるって感じですか。え、3、40代ですか。え、50代以上ばっかりですよ。かなり上ですね。20代なんです。え、あー、そうなんですね。言えなかったです。なんかごめんなさい。いや、全然20代なんですけど、まあ、なんかこちらこそすいません。じゃあ私もう行きますね。ごちそうさまでした。あ、はい。ルシファーの方が終わったっつって呼び出されたんで。何しとったあいつ。まあ、いや、ちょっと向かってきます。お疲れ。何しとと。あ、終わったぞ。ライブやる。ここでやる。やらない。なんで。人妻とか言ってたじゃないですか。うん、ばあさん。人妻で終わったと。知らん。なんで聞かんと。知っててこれやってます。ある程度は。ルシファーチャンネルってそうじゃないじゃないですか。何、どういう風にしたかったの。いい思いしたい。もう嫌。もうし帰ら。あ、もう嫌だ。いや、寝そべんなって。ただ、ここ公衆トイレの前や。自分で寝転んだっちゃろ。ケンタッキーやろ。ケンタッキーとりあえず行こうぜ。飲ませて。仕事やれ。あー、もうございな。やれよ、お前。イライラしてきた。何、自分に。雨降るわ。マジさ、気候やめてくれ。気もいっちゃうけど。鼻ぶち抜いて。いやー、本当に俺帰るよそれ。だからさ、なんな。笑ったけどさ、呆れたらおかしいっちゃうけど、怖いっちゃうけど。めっちゃババアやしさ。3000円取られたし。3000円。2000円。あは。なんでちょっと持ったん。そっちの方が動画映えする。なんでそこはさ、仕事せん態度のくせにさ、ちゃんとやろうと思ったの。レポせんって。今日レポなしよ。ケンタ行くと？揚げ物の気分でもないよな。お前何がしたいと思っとる。まあさ、俺さ悪いことだと思っとうけん機嫌直せって。何でもおごっちゃうけん。何言っても機嫌直らないですよ。ニコニコしとうとよ。何でもいいてよ。え、何でもいいんすか。うん、高いやつにしようかな。え、それでいいと。あんま高いやつやっぱちょっと失礼かな。無事帰ってよかったね。はい、ありがとうございます。これちゃんと領収書もらってきました。はぁ、領収書もらったと。お前なん、え、うまい棒の。だって領収書もらってこいって普段言ってるじゃないですか。言っとうよ、言っとうけどさ、お前なんでこの間、はい、数万円の領収書忘れて手がかけといてさ、これをちゃんと持ってくると。いや、それ以降ミスしないように気をつけてるんですよ。まあいいよ、それは偉いよ、はい、受け取りました。うまい棒や、いいですか。いいよ。あんまお菓子とか食べないから。食べながらレポしてよ。いただきます。何も言わんぞ俺は。どういう食い方。うん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 。食べかすついとる。消え直った。それはよかった。怒るよ。はい、よくできました。カット立っちゃうよ、そんなこと。いつの間によし、行きましょう。どうやったの結局。そういえばさっきさ、2000円とか3000円とかで言ったやん。はいはいはい。いくらやったぞあれ結局。最初めっちゃふっかけられて、うん、6000円ぐらいになってて。めっちゃ高いやん、全然嘘言っとうやん。道中でこの辺に住んでる人みたいなの言われたから、はい、住んでますちょっと言っとうね。ここまで嘘しか言っとらん。生活保護も受給してますみたいな。また嘘を重ねる。共感みたいなして。共感すんな。僕結構来るんで毎回じゃあお姉さんちょっと
みたいなこと言ったら、今回安くしといてあげるわ。どれみたいな、どれ。しかも1000円とかでそういうことしてる、あの人は違うらしいんやけど。違うっちゃな、あの人はめっちゃおるらしい。この街ではそういうの当たり前ちゃうみたいな、ね、新人さんみたいな感じだった。なんで熟練の人がさ、新人とさ入会でついてくるの、あの人と。変なとこ入った、ごめんなさい。なんて言いました、もういいよ。イライラしてたわ。くそ、もったいないな。いいやん、安くなったっちゃけど。データに埋まって。そうだ、聞いたら僕ら今回この公衆トイレ、みんなさそこでしとうと。違うんですよ。あ、違うと。せないな、そしたらダメ。あっち側にあるカラオケ店とかでこっちで遊んどる人おるっちゃね。そう、まあまあでもさ、まだまだ中盤戦やけんさ。え、今日終わりじゃないんですか。今日だって5本取るとよ。メースある。おっ、メースー。もう飛び跳ねるけん。喜びの舞していいですか。いいよ、回ってます。あ、めちゃまずいっす。そんなガバガバ飲んどる。美味しくない。エンゼステだけじゃ僕の気分は回復しないです。大丈夫、ちゃんと次の日、お前のために次の日。惜しかった。大丈夫、お次、やばい、どんなかもっちゃ。やべ、大丈夫、次のお前のためにいい企画を用意しとうけん。めっちゃ噛む。なんか嫌だけど。ぶち切れようと思ったけど、めっちゃ噛むんでいいですよ。2000円でさ、この女の子でできるっちゃう。じゃあさ、1万円でさ、5人集めてさ、カラオケやろうよ。ババアと。うん、落ちてんのかそれ。ちょっと避けてほしい、これシャーッとかけるの。ああ、そう、それでも延長しないから大丈夫か。大丈夫、そんなお前のために次は期待できる企画を用意しとうけ。どうきそれ。ええ、違う違う、えこのやつを言ってミスター。だから今かけたらこのいい最高、ただのサイコパスやけ今。これで落ちねえや。逆におもろいな、これで落